東京都内の多くの小学校で入学式が行われる中、警視総監が新1年生と一緒に横断歩道を渡るなど、交通安全を呼びかけました。横断歩道は信号が青の時に渡りましょう。今日正午過ぎ、東京文京区の小学校では、警視庁の尾形芳美警視総監が、入学式を終えたばかりの新1年生に信号のない横断歩道の渡り方などを指導しました。警視庁によりますと、1月からのおよそ3ヶ月で39人が交通事故で亡くなり、そのうち20人が歩行者でした。また過去5年間のデータで、歩行者の死傷者は新1年生を含む7歳児が年齢別で最多でした。保護者と離れた際に事故に遭うケースが多く、警視庁は横断歩道を必ず渡ってほしいと呼びかけています。